赤坂の TBS ラジオから生中継中。ライムスター歌丸、アフターシックスジャンクション、ミュージックゾーン、ライブ&ダイレクト。さあ、ここから毎日ライブや DJ プレイなど様々な形で音楽を届けするライブ&ダイレクトのコーナーです。今夜は豆腐ビーツさんとお電話となってます。豆腐さん、もしもーし。もしもし。あ、来た来た来た。豆腐さん、よろしくお願いします。はいはい。はい。お願いします。改めまして、いつもお世話になっております、豆腐ビーツさんです。ご紹介を、山本さんからお願いします。はい。人気 DJ プロデューサーにして、DJ ミックスとクイズで新時代を告げる、話題の Q-POP グループ、ニュークイーズのリーダー。嘘ですよ。2012年に、水星フィーチャリング、オノマトペ大臣がスマッシュヒットし、翌年 EP Don't Stop the Music でメジャーデビュー。これ本当、その後コンスタントに活動を続け、他のアーティストやドラマ映画への楽曲提供など様々なジャンルで活躍中。去年は5枚目のフルアルバム Reflection と初の著書トークビーツの南朝日記を発売。今年1月27日にはイギリスのプロデューサー DJ Q とのコラボアルバムA440 を配信されました。はい、あの豆腐さん、いつもありがとうございます。はい。はい、あ、なんか声が遅れがちなんです。A440、はい、アルバム改めて聞いてすごいかっこいいじゃん。あ、ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいですよ。もっ、あのね、いろいろクイズの陰に紛れてちょっとあれでしたけど、素晴らしかったですよ。まあまあ、でも、これもあの、コラボしてる相手のラッパーの皆さんと DJ Q が頑張ってくれたので、あの、ほぼ私は何もしてないという作品ですので、ね。そんなことないと思いますけど。はい、ね、あの、先月はとにかく、はい、そのちょうどね、その A440 の発売、配信タイミングだったにもかかわらずですね、はい、とにかく、ミックスクイズがちょっと強烈で、ね、はい、ヒーリングミュージックを。すいません、あの、歌丸さんの、あの、お母様に心配をかけてしまって、本当に申し訳なかったんですけど。あのね、母がマジで、あの、いや、なんかあったのかと思って、じゃあ思うよね、つって。だからね、やっぱ、実害あったのよ、マジで。いやいや、でもまあ、あのね、あの、デラさんは、このプレイした、あの、オルゴロンゲを作ってる会社の方は、はい、大喜びしてくださって、本当にね、やってよかったなと思いました。正直、肝を冷やしましたよ、私は。本当に。ねえ、でもなんか音源送りますなんて言ってくださってね、だって、あの、豆腐君買ったんだもんね、バッチリね。そうですね、はい。そうですよ、はい、はい。でもまあ、大量にね、このオールゴールの音源が届いても何に使うんだっていう話ではもちろんあるんですけど。もう、いや、それはもう、現場でいつか投入してもらうしかないよね、それはね。ね、自律神経はあの皆さん整えていただいて、そうですね。その先月だから大いに整えていただいてありがとうございます。はい、いやでもね、あの、これ言うとまたね、暇だからとか言うんだけど、毎月、本当にね、本当に頭が下がってんの、毎月、ちゃんとこう、手間をかけて準備してくださって。ありがたく思ってるんですよ。いやいやいや、だからもう、時間があるからやってるだけで、忙しかったらもうこんなクイズなんかやってないですよ、本当に。時間と金さえあればね。あとあの、今日、うん、あと今日もちょっとあの序盤のあのボケの文章がちょっとなんか強すぎて、あの山本さんがその後のあのオノマトペ大臣みたいな、なんかそれもちょっと疑い、そう読みにちょっと疑いが感じられたんですね。そう、そう、あのね、出だ、そう、よくおっしゃった、はい、そのやっぱね、出だしの方で、あ、信用できない語り部になってしまうのよ、この紹介文が。いや、でも本当にあの、まあ今日もね、そうなんですけども、私はね、あの DJ ではありますが、やっぱクイズに本当にガチであのやってますんで、今日もですね、魂を込めたあのソウルクイズをねご用意してますので、ソウルクイズね、はい、ソウルクイズを、いやでも確かにね、はい、ちょっとあの腕も上がってるし歯応えもねあるんですけどね、はい、ということで今日クイズミックスどんな感じのどんな難易度のミックスになってるんでしょうか。はい、まあ今日はあの難易度自体はそんなに難しくないかもしれないんですけど。まあそのなんていうんですかね、あのちょっとインタラクティブな感じに普段と違ってなってるので、なんかそこをこうどういう感じで皆さんがこう乗り切っていくかっていう、そのメールを送るスピードとかがすごいこう試されてくる回かなっていう感じがするので、まあ聞いてる方はですね、ここからあの全く油断をしないでクイズとちゃんと向き合って、どういう曲が来るのかっていうのを感じてもらいたいなっていう、そうか、ソウルクイズとなっております。つまりそのあれだね、やっぱその序盤で見切った気になんなよっていうか、そういうとこもあるのかな。いや、まあ、むしろちょっと早押し成分もあるのかなっていう、早押し成分、まあ、とりあえずちょっと、まあ、どれだけさすぐにメールを送れるかっていうところかなっていう感じです、うん、あのさ、豆腐さんさ、インタラクティブ性って言うけど、はい、クイズってインタラクティブなんじゃないの？
いや、まあまあでもあの、これね、お聞きの方も割とちょっと受け身に、最近ちょっとオルゴールの回とかもそうですけど、割とみんな受け身だったんじゃないかなと思うんですよ。ね、あれは受け身にならざるを得ないわ、あれはやっぱり、それはそうだな。ちょっとそれを感じまして、うん、ちょっと皆さんを甘やかしたなと、オルゴールでは。ちょっと自律神経、副交感神経の方をちょっと強めすぎたなと。今日はちょっと交感神経を強めていく、そんなクイズになってますんで。わかりました、かわかりました。まあ、ちょっと、はい、了解しました。わかりました。ちょっと今日、じゃあね、クイズ、はい、心して臨みたいと思いますんで。はい。お願いします。ということで、改めてね、クイズミックスとはね、これからね、豆腐ビーツさんが普通に曲をね、DJ ミックス、普通に聴いてもかっこいいミックスしてくださいますが、そこから浮かび上がるキーワードを当てていただくということになっております。ということで、ぜひ皆さん、リアルタイムでの感想、回答、感想お待ちしております。油断せずにね、途中ある仕掛けがあるそうなんで、答えはぜひ、歌丸アットマーク tbs.co.jp、歌丸アットマーク tbs.co.jp までお送りくださいませ。それでは、豆腐ビーツさん、渾身のソウルクイズ。クイズミックスです。行ってみよう。芸術的にうまい寿司が食いたい。
縛り意地の悪い話なし食べに行こう浜の寿司食べる君が寿司よ恐れないが最近となってる Don't get my vibe 恐れないがきっと心が なんだ。ああ！DJ 中に一体誰がこんな真似を？お前が豆腐ビーツか。くだらねえ名前つきやがって。殺す！おら！待ちな！一体何が起きたんだ？ちょっとお兄さん。必ずやお前たちを書く。死んでる？ん？この首に刺さっているのは何だ？これは、寿司？先日の豆腐ビーツの事務所での騒動はなぜかニュースにはならず、豆腐ビーツはまたいつもと変わらないクイザーとしての日常を過ごしていたのであった。業界人さん、お疲れ様です。豆腐くん、今日のクイズも良かったの。難易度が絶妙で、ハッシュタグ歌丸も盛り上がった。ところで今日はなんで寿司のクイズだったんじゃ？それが先日変な夢を見まして。変な夢？事務所にいきなり強盗が現れて、その強盗が寿司で殺されるって夢だったんです。で、こんなこと口で説明しても意味わかんないですよね。豆腐くんは見る夢もアーティストじゃな。おほほほほ。ちょっとバカにしないでくださいよ。まあまあ、そんな夢に見るまで寿司が大好きなアーティストの豆腐ビーツさんよ、今日は私と一緒に寿司でもいかがかね。おう、ぜひお願いします。へいらっしゃい。へえ、ここが業界人さんの行きつけのお寿司屋さんですか。なんか高級そうで緊張します。おほほ、そんなこと言わずにゆっくりするのじゃ。ここの寿司は絶品じゃぞ。楽しみです。さーて、おかみ、夢に見るほどお寿司が大好きなお方を連れてきましたよ。あんたが豆腐ビーツ、命拾いしたさかいな。命拾い？お前が豆腐ビーツか。虫椅子の走る名前だぜ。殺す！な、これは夢で見た強盗。これは夢やないで。あんたは狙われてるんや。え？僕みたいな人間がなぜ？ほら！その話は後や。豆腐！寿司で人を。おほほ、相変わらず見事な腕じゃのう、おかみよ。一体どういうことなんだ。詳しい話をする前に、またあいつらが来てもうたな。こいつらはな、和食嫌いっちゅう集団の一味や。うちらやあんたみたいな和食にまつわるものを片っ端から破壊してる悪魔みたいな集団やさかいな。和食嫌い？なんでですか？僕はクイザーで DJ だし、いかにも横文字の仕事なのに。何言ってんのや。あんたの名前や。豆腐？ビーツってことですか？そういうことや。なんでこんなことで命を狙われなきゃいけないんですか？でも今見ててわかったやろ。実は先日の事務所襲撃までは、業界人さんがあんたのことを近くで守ってくれとった。でもな、和食嫌いの力はもう業界人さんだけでは抑えられんところまで来てしもた。うちもこんなことはしたくなかったんやで。私は早い段階で君が和食嫌いに狙われていることに気づいていてな。ただ先日の襲撃は予想外だった。おかみがいなければ君は危なかったよ。あの寿司はおかみさんだったんですね。そうじゃ。あの日は突然すぎて、君にこの事態を説明すべきでないと思い、とりあえず記憶消し寿司を食べてもらったのじゃ。記憶消し寿司？
このお方は別名寿司スナイパーおかみ。和食の中の寿司道を頂点まで極めしお人だ。彼女は握ったシャリに極限まで込めたパワーで人を殺傷することができる。この殺し砂利であの日も隣のビルから君を助けたのじゃ。殺し砂利？隣のビルからシャリで？本当やったら人を幸せにせなあかん寿司でこんなことしたくないんやけどな。そしてあんたの隣にいる業界人さんも昔は一発の寿司職人やったんやで。おほほ、今はしがない業界人ですよ。まあそれはさておき、あんたが狙われてるのは本当なんや。こうなってしまったからには自分で自分を守ってもらえるようにならなあかん。明日からうちで修行してもらうで。え、そんなクイザーの仕事は？安心しなさい。少々穴を開けても私の記憶消し寿司を他の業界人に食わせれば何事もなかったように戻れるぞい。そもそもまた襲撃が来てしまえば元も子もないだろう。確かにそうですね。その代わり和食嫌いからあんたが自分を守れるようにしたるさかいな。よろしくお願いします。僕はクイザーの仕事を辞め、この寿司屋に弟子入りすることになった。僕は毎日毒上がりを飲み、鉄シャリを握り、鉛寿司を配達した。音楽の仕事をやっていた記憶は当の昔に消え去り、3年の厳しい修行の月日は僕をなんとか寿司職人へと仕上げていったのであった。あんた、この3年間よう頑張った。なかなか弟子はねぎらうもんちゃうけど、今日はあんたにちょっとしたご褒美やさかいな。へいらっしゃい。あ、あの二人は。おほほ、この二人を連れてきたぞい。こんばんは。こんばんは。歌丸さん、山本さん、いらっしゃい。豆腐を長いこと預かりましたな。お久しぶりです。訳あって寿司屋で修行することになっちゃって、久々にお会いできて嬉しいな。まあまあ、せっかくだし今日はおかみの寿司を楽しんでくださいよ。へいらっしゃい。いらっしゃいじゃねえよ。いかにも和食のくせえ匂いがするぜ。お前は生きてたのか。くだらねえ和食どもよ、消さない。くらえ、ハンバーガークラッシュ。うわあ、力が前と段違いだ。3年の修行で覚えたガードも全然通用しない。そこのおかみもだ。死ね。おかみさん、腕が片付けないな。この腕やったら寿司は握られへん。もうここはあんたに頼むしかないわ。でも僕にまだ握りは早いって言ってたじゃないですか。いや、あんたには3年の修行で十分な力はついとるはずや。私で言う殺し砂利、あれに当たる技をもうあんたは使えるはずやで。一体僕のどこにそんな力が。ヒントはあんたの前の仕事や。あとは任せたで。ガク。僕の仕事にヒント？クイズ？それとも音楽？おかみさん！歌丸さん、山本さん、音楽と寿司の共通点って一体何なんですか？ここで、豆腐ビーツを助けるために、歌丸さん、山本さん、そしてリスナーの皆様に問題です。下記の音楽でも使われる用語で、実際に寿司屋用語とされているものはどれ ?1、DJ がテンポを合わせられない時に使うドタル。2、低音と高音がよく出ている時に使うドンシャリ。3、アンプにギターを直接刺す時に使うアンチョク。さあ、正解はどれでしょう。ちょっと待って、これ答えんの？急に急に聞かれたけど、怖っ。ちょっと山本さん、え、ま、ドンシャリってね、シャリが入ってるし、ドンシャリって使うから、はい、ドンシャリかなって気がするんだけど。もうまずそう思いましたよ。びっくりした。そう、それよりびっくりしたんですよ。長えなぁ、小芝居と思って聞いてたら。まあ、じゃあ2のドンシャリかなぁ、ちょっと。
これどうすんの、誰に向かって答えてるの何誰フリートークゾーン 2ですよ、2のドンシャリにしますよ、ドンシャリ、うん、さあ歌丸さん、山本さん、そしてリスナーの皆さん、ありがとうございます。そうか、ドンシャリは白米を意味する用語だ。おかみが酢飯なら僕は白米だったんですね。何をグダグダ喋ってる、くらえ、殺しドンシャリ。うわ、お覚えてやがれ。に逃がすか、もうええ、逃がしてやり、覚えてろよ。おかみさん、歌丸さん、山本さんもありがとうございました。自分でもこんな力が出せてびっくりです。あんた、力は授けたとはいえ、まさか殺しドンシャリまで身につけるとは、想像以上に立派になったさかいな。音楽と寿司をつなげる言葉の、まさしくミックスして技を生み出すとは、やはり東風は DJ なんじゃの。なんだか恥ずかしいですね。しかしまあ、えらいドタバタして、せっかくの再会も台無しやね。腕もこんなんで寿司も握られへんし、お三方への寿司はどないしようかね。まだ半人前やけど、豆腐握ったり。はい、頑張ります。おかみより美味しくなっちゃっても知りませんよ。あんまり調子に乗るんちゃうで。うわー、楽しみですな。おほほ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 。君の欲しいもの、大好きなもの、恋のスコープ覗いても全然さ、わからないんだ。のビーチさんによる、ね、クイズミックスでした。ありがとうございます。ね、ということで山本さん、なんか言ってください。黙んないでやめてください、山本さん。宇多田さん、DJ の方っていうのは、やっぱすごく自由なお仕事なんですか、やっぱり幅が広いというか、うん、活動領域、そうね、その精神性としては自由だと思いますよね、これね。あ、その精神性が自由であるということと、この番組のこの時間帯を自由に使っていいということは、また別の問題なんでね、これはね。はい。いや、ただ、インタラクティブ性ということに関して、ちょっと私、舐めてました、やっぱ正直、確かに。ドキッときた。しまったーって感じがありましたよね。ドキドキ感はありましたね。でもね、それよりも何よりもね、もう怖いの、今。恐怖。俺の身を包んでるのは怖さ。やられそう。怖い。毒上がりにやられてる。マジ怖い。毒上がり。はい。殺しドンシャリ。さあ、ということで、皆さんからのね、メールもお待ちしております。はい、宛先はローマ字でしました。そんな返事ないでしょ。宛先はローマ字で歌丸アットマーク tbs.co.jp までお願いします。アフターシックスジャンクション、この時間はライブ&ダイレクトをお送りしています。今夜は DJ プロデューサーにしてクイズで混乱を巻き起こすトリックスター、豆腐ビーツさんによるスペシャルクイズミックスをお送りしました。豆腐ビーツさんと再びお電話がつながっています。豆腐さん、ありがとうございました。ありがとうございました。前もラジオドラマみたいのはね、何回かありましたけど、
今回は、ちょっと確かにインタラクティブ性って意味で、ちょっと確かにあの気の緩みをですね、つくような、ちょっと背筋が伸びる瞬間確かにありましたよね。そうですね。まあ、あのね、先ほども申し上げたように、ちょっと交感神経寄りの、ちょっとピリッとさせるクイズということで。交感神経寄り。まあ、クイズ内クイズなんですけどね。クイズ内クイズということで。ミックスの方のクイズの答えは別個にあるけど、その中にもまたクイズが入ってるということですね。そうですね。あの、まあ、最後にちょっとあの、心のターゲットっていう名曲流れましたけど、まあ、その心のターゲットのちょっとロングドラマミックスみたいな感じで、ちょっとね、長めの一曲を最後にお届けしちゃったって感じだったんですけど。エンドロールに流れるね、感じるのがありました。とにかく、はい、小芝居がね、長いし、どこに行くかわかんなくて、マジで怖かったんですけど。まあ、でもね、そこがやっぱ、なんていうんですかね、こう、緊張感っていうかね、皆さんが、リモートになって、こう、すっかり、ズーム越しで忘れていた緊張感っていうのを取り戻していただけたかなと。なんかちょっとトイレなんか行っちゃおうかななんて、そういうね、舐め腐った時間の使い方みたいなのを許さないとこありました、ちょっとね。まあまあまあ、そうですね。これ、ちなみに結構また例によって、ちゃんとした声優さん使ってません？そうですね。ちょっと一応、キャストの一覧をお送りしてますので、うん、よかったら、誰が声優やってるか、ちょっと一応ご紹介いただけると嬉しいですけど。おかみを演じられてるのが、音羽咲也さんという方で、はい。この方、はい、このプロの声優さんってことですね、これね。どうなんでしょうね。そういう、こう、仕事を依頼するサイトで、おかみをやってくれって言ってね、初対面の人にいきなり、頼んだっていうのが、そういうことなんですね。音羽咲也さん。声優さんとなってます。そして、業界人役、とっくりさんでございます。とっくりさん、この番組こういう使われ方しすぎだな、ちょっとね。とっくりさん、ありがとうございます、いつもね。はい。はい、そしてですね、敵、演じたのは、シーケタさんということで、これ、パソコン音楽クラブのメンターであり、本人もアーティスト、シーケタさん。はい。なんですね。そうなんですよ。まあ、DJ なんかもやってられる、人なんですけど、うんうんうん、まあ、今回ちょっと敵役に起用させていただきました。ねえ。そして、豆腐ビーツさんが豆腐ビーツさん役ということで、ねえ。はい。僕はとにかくこれを傷と聞きながら、なんでこんなことが平気でできるんだっていう、ずっと、すごい、こう、本当に恐怖におののいてました。やっぱり、征服者、カーンなどの征服者、豆腐に。なんでなんですか？いやいや自由に使っていて聞いたんで、いやいやいや自由なクイズを、うん。うん、まずそれ言ってないし、それは言ってないし、はい、そうね、よしんば自由に使っていいと言われたところで、やっぱりこの弾力ね、この弾力ですよ。いや、今日だってあれですよ、もう何日も前にね、小洗さんに納品してチェックいただいて、これオンエアされてるわけですから、まあ、毎回ね、そうか。ドラマがおかしいだの、クイズが変だの、皆さん言いますけども、何日も前にも納品してチェックしていただいて、もう TBS ラジオさんのお墨付きをいただいて、これオンエアされてる、寿司スナイパーおかみですんで。確かにな、無法にやってるわけじゃねえんだよな、はい、そっか。ちゃんともう、申し立てをちゃんとさせていただいて、だから、これを聞いてる方はね、うん、TBS さんは本当に懐の広い場所だなっていうことだけでも、覚えて帰っていただければいいかなと思ってますけど。まあ、そう思っていただければ幸いなんですけどね、メールもね、はい、一応クイズの答えも来てますんで、ちょっとご紹介しますね。はい。もちろんそうですよね。コーヒーは夕方5時までさん、直球で寿司ミックス、それ以外にあるのかなと思っていたら、途中の寸劇攻めてますね、とても良かったです。というコーヒー夕方5時までさん。あと、沼アンさん、クイズミックスの答えですが、何かと話題のお寿司に関するミックスだと思います。まさかラジオドラマみたいなものがぶっ込まれるとは思っていなかったのでかなり衝撃です。横で聞いていた5歳の娘もこれ何と不安そうでした。ほらやっぱりまたちょっと不安を巻き起こしてるわけ。あとですね、小園海人さんは豆腐ビーツさんの影響を受けて私も iPad のアプリで DJ を始めました。今月月曜にクイズ DJ を人前で披露しましたが、とにかくクイズの難易度の加減が難しく、本職の方の選曲の巧みさに舌を巻きました。ただ選曲に頭を悩ましたり、トンチンカンな答えを連発したり、シャザムでカンニングしたりと、回答者のリアクションを楽しむことができ、豆腐ビーツさんはこんな気持ちで選曲されているのかと思いました。さてクイズの答えですが、単純に寿司とか豆腐ビーツさんの好物ではないでしょうか。はい、答えた方が良さそうなので、とりあえずという小園海人さん。あとですね、チャタの奥ちゃんさん、ネタ的な茶番劇が始まったところで答えが分かりました。寿司ネタのネタを取って、今日の答えはネタミックスですね。ネタミックス、これしかねえ、こういうこと言ってます。はい、ということで豆腐さん正解。なるほど、いろいろみんな考えてます。はい、今日のミックスの正解は、寿司ミックスでした。怖いよ、怖いよ、怖い、怖いよ。え？うん。どうしました？いやいやいや、もう寿司ミックス、それはそりゃそうですよね、はい。ありがとうございます。で、寿司でしょう。うん。しかもあれですよ、寿司食いねとか、うんうん、芸術的にうまい寿司が食いたいっていう寿司の曲名だけじゃなくて、はい、3曲目とかはね、寿司ボーイズのファームハウスくんが参加した曲なんかをかけるちょっとトリッキーな、なるほどね。寿司のね、ちゃんと並べっぷり。クイズミックスとしてもちゃんと高度だし、
そしてその寸劇でちゃんとそのなんていうの、副交感神経寄りのね方も刺激し、そうですそうです。で寿司スナイパーおかみがねこれにて始まりましたんで、まあ今年はあの年末、去年の年末かな、来年はあのドラマを頑張るっていう風にね一応言ってたんで、まあクイズソウルクイズとしてねもうドラマの方も頑張っていきたいなと思ってますんで、ソウルクイズがまたわかんないのよそのフレーズがね。ソウルフードみたいに言われてる、まあ、主題歌もね、うーん、そう主題歌も作りましたし、あ、まあ、ね、あ、心のターゲット、ね、主題歌、心のターゲット、毎週、え、これ、はい、毎月プレイしたいなと思って、これは何作ったの、はい、え、作りましたけど全部、すごいね、全曲あのバックで流れてる曲は全部、うん、あのちゃんと著作権的にあの大丈夫な豆腐ビートの ちゃんとね、中でそのお寿司もハンバーガー持ってて中の戦いをねちゃんと表せるちゃんと歌詞も入ってて。ことですよね、そうですね、まあ、ただ別にハンバーガーのことがね嫌いじゃないよっていうこともやっぱ歌に込めてますんで、まあ、そういうところもちょっと聞いていただきたいなっていう、タイムフリーでそうだね、はい、音楽だからねタイムフリーでぜひ聞いていただいてちょっともうちょっと怖いんで、ちょっとあの豆腐さん、あのお知らせごとお願いします。はいはい、ですね、今日からですね、寿司スナイパーおかみスタートということでですね、不定期でやっていきたいと思ってますので、ぜひ皆様ね今年は楽しんでいただければと思ってます。主題歌、うん、心のターゲットはですね、どっかで配信できたらなと思ってますんで、うん、ぜひ、それまでは、1週間タイムフリーで楽しんでいただければと思います。せっかく作ってくれたからね。あと残りの細かい情報はね豆腐ビーズ .com でチェックしてください怖いなはい、豆腐さんありがとうございます。ちょっと、はい、ありがとうございました。手間って意味ではもうこれ今まで一番かかってるもん ね、 そうですね、曲まで作ってるしね。確かに怖それが結構、いやもうね、なんかね いつもの暇に輪をかけて暇だったんでしょうね今月は。そんなわけないと思うしね。はい、あのでもとにかく頭が下がりますと同時にね、ちょっと本当にまさに征服者カーンなるの征服者豆腐ありがとうございました。まあ引き続きこのコーナー、はい、じゃあでも本当にあのそうですね、あの頑張ってやっていこうと思うんですけど、あのあんまりにも山本さんと歌丸さんがこうざわざわしてすぎるのもちょっとあれなんで、あのなんかいい感じで、あの皆さん気楽に楽しんでくださいね、リスナーの皆さん何のフォローなんだよこれ。茶番茶番ですからねこれね、全部ね、あの怖がらなくてもいいですよ、みんなクイズ怖くないですから、ね、クイズは怖くないよね、 DJ も怖くない、はい、トークさんも怖くないよということですか、はい、はい、そうですよ、はい、ありがとうございました。はい、でもいやいや、あの堪能いたしました金曜の夜の素晴らしいエンターテインメントいただきました。いいですね。はい、ゲストは豆腐ビーズさんでした。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。こんなにだから、こんなにいや大変だろうと思ってさ、大変、それが心配なのよ俺は。あ、うん、ね、トークさんありがとうございます、はい、うん、さあ今夜の豆腐ビーズさんのミックス、改めてラジコのタイムフリー機能で1週間聞き直せますので、ぜひ聞いてみてください。そして来週月曜日のこの時間は元元気ロケッツのボーカルでシンガーソングライターの安田レイさん、番組には初登場です。